長谷川ミッドナイトラジオのお時間です DJ はもちろん長谷川ですいやー第一弾第二弾と本当に皆さんご視聴いただきありがとうございます まさか第三弾まで続くとは、全然思いませんでしたね。いや、本当にね、ありがたいことに、第一弾も第二弾も、 皆さんたくさん本当に聞いていただいてね。まあ、50回以下やったら、打ち切り、それ以上やったら、続けるってお約束しておりますので、第3弾、お届けすることになりました。 なかなかね、あの、来てくださった患者さんたちも、このラジオ聞いてくださっててね、いや、ずっと、ほんまに需要あんのかなって、思ってたんですけれども、 本当に嬉しいありがたいことに喜んでくださってるお声をいただくのでなんか私の話で申し訳ないなぁと思うんですが今回もお付き合いよろしくお願いいたします では、前回の続きをお話ししましょうかね。まあ、前回がね、神山先生が交通事故に遭われて、肋骨二本骨折して、膝が破裂したとお伝えしてたんですけれども、 秘蔵の処置が終わると、神山先生はすぐに退院されました。その理由としては、ありがたかったんですけれども、毎日お見舞いに、スタッフだったり、サロンの患者さんだったり、だいたい、 5人から10人ぐらい来てくださったんですね。本当に心配して来てくださってたので、ありがたいなぁと思いながらも、大部屋だったんでね、入院されてたお部屋が、他の入院されてる患者さんのご迷惑になるかなぁ と思ったみたみいでもう秘臓の処置が終わったらすぐに退院したいことをお医者さんに伝えたみたいなんですね脾臓が破裂してますしねしかもあの止血はしてもらったんですけど 三分の一損失してしまったんですね。あと、肋骨も、綺麗に骨折してますし、すぐにひっつきませんわね、骨も。そんなね、か山先生なんですけど、だいたいまあ、 10日ぐらい入院して帰ってきたんですね。いや、早ないって思うんですけどね。まあ、私だけじゃなく、他のスタッフも、あと貫山先生のご両親も、もうちょっと、 入院しときって伝えてたんですけどいやもう秘蔵の処置はしてもらったし骨ひっつくんなんてどうせ時間かかるもんやから入院してなくてもいいねん家帰るねんってもうね本当にあの うちの患者さんたちはご存知だと思うんですけれども決めたことは絶対に曲げない人なので家に帰ってきましたほんでねまたびっくりなんが実家のお仕事は すぐ復帰しはったんですよね。ご両親もね、あの、事故の状況を分かってはりますし、もうちょっと休んでていいよとは言ってはったみたいなんですけど、神山先生が、いや、私が休んだら、お父さんとか、 お母さんにね迷惑かけちゃうからって言って本当にすぐ復帰しましたそんな状態の神山先生なんですけどサロンの仕事の方はねもう頼むから休んでくださいってなん とかもお願いしまくって、まあ、一応納得してくれて、退院してから20日間は休んでもらうことになりました。せっかくね、ちょっとこう、ゆっくりする時間ができたんやし、 怪我もされてますし、そんな動き回らんと過ごしてもらえるかなぁと思ってたんですけど、甘かったですね。もうね、怪我してる人が やるレベルじゃない模様替えをしてたんですよね。なんかね、あの、その時住んでた家は、結構古いお家で、階段も急で、階段の 段の幅も狭くてね、怪我してなくても、あの、足まっすぐにして降りれない、こう、ちょっと体斜めにして降りないと、手すり持って降りないと、危ない階段やったんですよね。そんな家の模様替えを、 一人でやったんですよね。まあ、具体的に言うと、一階にあったダブルベッドが二階に移動してたり、大きくて重たいガラスのテーブルを二階に置いてたんですけど、それが 一階に移動してたりでダブルベッドにもなる大きいソファーベッドがあったんですけどそれも二階から一階に移動してたりなんでなんていやちゃうやん 肋骨二本骨折してますやん。膝も破裂しましたやんって思うんですけど。まあ、神山先生からしたら、毎日ね、本当に分単位で動いて、 働いてね、お仕事がない時はボランティア行ったりあと時間ができたら勉強したりっていう日々を過ごしてたんでなんか時間できた時のゆっくりし方わからへんかったみたいなんですよね。 でね、その、ダブルベッドと、重たいガラステーブルと、ソファーベッド、これ、一日で動かしてますからね。でね、それはあの、神山先生が退院してきて、私一人で出勤して、 の初日やったんですけど家に近づくにつれあの家の明かりが見えてくるんですけどすごい高校と電気がついてるんですよねいやまああの家にね人一人いてはったらそら電気もつくんですけど もう嫌な予感しかしませんよねで。家の扉開けたら、すごい空気も綺麗なんですよね。あの、わかります掃除機かけて、窓開けて、空気入れ替えた後の空気なんですよ、家の中が。 もう玄関入っただけでこの家めっちゃ綺麗になってるって思ったんですよねほんならすごいニコニコの神山先生が玄関まで出迎えに来てくれて「おかえりちょっと疲れてるかもしらんけど家の中見て!」って 言うんですよね,ねえ見たらすさまじい模様替えですよ。いやいやもうこんなん一人でなんでやんのっていうか骨折れてるし今神山先生が一番せなあかんこと休養を取ることやんって思って。 私まあ言いますよね。でもね、そんなことを言ったところで、加山先生は止まるはずもなく、いや、この時間は神様がくれたんやと思うねほんで、やりたいこといっぱいあるから、 それやる時間にするわ。めちゃ嬉しいわ。って言い張るんですけどね。ちゃうねん。その、ゆっくりする時間やね今、ってなりますよね。でもうね、初日がそんな大がかりな模様替えしてくれてたんで、 毎日家出るときに、今日はお願いやからゆっくり休んでくださいね。家のこと何もしないでくださいねって言ってから家を出てたんですけど、まあ私の言うことを聞いてくれませんわね。本当にもう 決めたことを絶対やる人なんで、もうね、ちょうど、その、休まれてる時が春先だったんですけど、衣替えもしてくれて、お布団もね、冬仕様から、 春仕様に変えてくれててね。もちろん、冬の間使ってたお布団は、洗濯して、天日干しも済んで、直してくれてました。いや、いや、ありがたかったんですよ、すごくね。めちゃめちゃありがたかったんですけど、それ、今っちゃうやんって。 なりますわねでまたねあの貫山先生掃除だけじゃなくて料理もする人なんでね洗濯機回してる間にとかこう家事の合間にねいつもは煮込み料理とかなかなかできひんかったけど 今はずっと家におれるから今日は煮物作ってみてーとかいやめっちゃおいしいんですけどねめっちゃおいしかったしあのー、作ってくれてはったんでありがたく頂い,いてたんですけどちゃうねんなー 肋骨折れてんねんなーってなりますわね。結局ね、そのサロン20日間休んでもらったんですけど、一日もゆっくりせず、なんかずっと動き回って過ごされてましたね。でね、 あの事故に遭ってから10日入院してで20日間自宅で療養療養っていうんですかねまあ過ごしてくれて合計まあ1ヶ月ねサロンの方は休んでたんですけれども1ヶ月経ったら十分休んだし って言って、サロンに復帰しはったんですよね。やっぱりあの、ご予約取ってくださってた方たちの、そのご予約も、ちょっとね、あの変更させてもらったり、で、その時に、あの、実は事故に遭って、 こういう状態でっていうのも皆さんにご説明してたんでね。来てくれはった患者さんたちに、か山先生も、まあ、お詫びしはりますわね。その時にね、あの、お辞儀するんですけど、いや、まだ骨折れて、 1>, 1ヶ月しか経ってへんからもうそんな絶対ねひっついてないからちょっとちょっとやめてと思ったんですけどねまあ貫山先生は全然あの痛みがあるそぶりもせずめっちゃ笑顔でいつも通り 患者さんの治療をしてはったんですよね。でね、あのー、会期祝いとかも、持ってきてくださる患者さんとかもいてたんですけど、まだ現状折れてるから、そんな、祝われへんねんけどな、 ってちょっと私はね思ったりしたんですがでもね神山先生はもう事故に遭ってご迷惑をかけてしまったのでもしかしたら今後来てくれない患者さんがいるかもしれないって思ってはりましたし でもね、あのー、復帰して、蓋開けてみたら、皆さんまた来てくれましたし、会期祝いも持ってきてくれはったりとかね、もうご迷惑かけたのに、こんなにみんなお祝いしてくれて、この気持ちがめっちゃ嬉しい。心配かけた分、 迷惑かけた分、恩返しするわって言ってたんですけど、もうね、ほんと、すぐ無茶しはるんでね、私はよく神山先生に怒ってたんです。でね、あの、普通ね、肋骨って大体、 半年ぐらいでひっつくもんなんですけど、なぜね、あのー、動き回りますから、なかなか肋骨もひっつかず、結局完全にひっついたんは、8ヶ月ぐらい経ってからでしたかね。でね、あのー、ひっついてないんで、 整形外科はやっぱ受診せなあかんかったんですけど、そのね、整形外科の先生に、菅山先生はね、ずっと安静にしてんのになかなかひっつかないですね。左側の第5と第9やから食べ過ぎですかねとか言って、とぼけたこと言うんですよね。 いやもう、ちゃうんですよ。食べすぎとかちゃうんですよ。動きすぎやったんですよ。もうね、ほんまに、頼むから止まってって、何回もお願いしたんですけど、まあ、聞き入れてもらえませんわね。でね、あのー、 退院してからね、神山先生は車を購入されたんですけど、あの、バイクを乗るときのご両親との約束があったみたいで、一回でもバイクで事故したら、バイクはやめて車にしなさい。 で、その約束があったんでね、バイクはやめて、車を購入しはったんですね。でバイクがね、すごい好きな人なんで、やっぱちょっとね、寂しそうやったんです。ね、寂しそうやし、いいんですかって。 バイク好きやのにーって、まあ、車の方がね、安心ではありますけど、って言ったんですよね。ほんなら、まあ、親とも約束したし、今回事故にあって、スタッフもそうやけど、患者さんたちみんなに心配かけたから、 もうバイクはええねんって。今まで十分楽しかったし、それで十分やねんって。もうね、ほんとに、潔く、車に乗り換えてくれはったんですよね。まあ、私としてはね、あの、体、 丸出しのバイクよりも個室のね車の方が安全やなぁとは思うのでまあまあちょっと安全なものを取り入れてくれはってよかったなぁと思ったんですけどねそれでは 今回もいい時間になってきましたし、神山先生がどんな人かということをよくわかっていただけたと思いますので、この辺で終わらせていただきます。今日もご視聴いただいて本当にありがとうございました。一日お疲れ様でした。 ゆっくり休んでくださいねおやすみなさい